ヤーコップヘンレ・フリードリヒ・グスタフ・ヤーコップヘンレは、ドイツの解剖学者、病理学者、医師である。顕微鏡を使った解剖学の分野で、腎臓のヘンレのループなど多くの発見をした。疾病の微生物原因説を唱えたパイオニアである。バイエルン州フィールトのユダヤ人商人の家に生まれた。家族と共に、ラインラントに移り、ボン大学とハイデルベルク大学で薬学を学んだ。 1832年に博士号を得て、ヨハネス・ペーター・ミューラーの解剖学研究所の助手となった。1940年に、チュリッヒ大学の解剖学と生理学の教授となった。1844年に、ハイデルベルク大学の病理学の生理学の教授となり、合理的病理学ハンドブックを表した。1865年に、クロムさん、 カリウム溶液による組織の染色法を開発し、組織学の発展に貢献した。ジローラム・フラカストロとアゴスティーノ・バッシーの研究を受けて、病気の微生物原因説のパイオニアの一人で、病気の原因となる病原体を発見したと証明するための必要な条件を定めた。これは、ロベルト・コッホによって発展させられ、コッホの好順となった。ウィキメディア・コモンズには、 ヤーコップヘンデに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。